お疲れ様です。悩みがね、なくなると、ナンバーツーの悩みがぐっと一番になるんで、悩みってなくならないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、例えばね、健康診断で、あなたは、がんが見つかりましたと。肺がんですと。転移してますと。ステージ4です。もう助かりませんよって言われたら、そればっかりが悩みのね、すごく大きくなって、他の小さな悩みね、例えば、 あ何ですかね。誰かに貸したお金が2000円返ってこないとかね。深詰めしちゃったところが痛いとかね。まあ、そういう悩み消えるんじゃないかなと思うんですよ。だから、でっかい悩みがあることってのは、すごく厄介なんですけども、その悩みがなくなっても、次のナンバー2の悩みがまた一番目に繰り上がってくるってことなんで、人生ってのはね、最後まで悩みと向き合っていくゲームなのかなと思いますし、途中でね、もう、 生涯付き合っていかないといけない悩みってのも多分訪れるんじゃないかなと思うんですよ、うん。で、そういうふうな不本意な、自分では希望もしなかったような人生が自分に振り返ってくることも、うん。まあなんかね、まあ、運命なのかなっていうところですね。まあこれね、その DMMTV っていうインターネットの動画放送番組があって、赤木の葬式編が なんかリリースされてるんですよ。改めて見るけど、すごい作品だなと思いましたね。ちょっとね、岸谷五郎の演技がいまいちだなと私はどうしても感じてしまうんですけども、それは漫画原作を読んだ時にね、やっぱり漫画を読みながら受け取った自分の脳内イメージが、こう、かなりね、拡充してしまったんで、役者がやったのがどうも嘘っぽくなっちゃうんですよね。だからそこと、あと、吉田栄作さんね、赤木ね、いい役だと思うんですけども、 ちょっとかっこよすぎて、なんとも早ってことです。ちなみに、赤木、随分老人なような表現でしたけども、53歳でお亡くなりになったようです。ね、当時のだから年齢感っていうのが、アニメ化されたのがね、20年越し、30年越しだと随分おかしくなっちゃいますよね。ちなみに宇宙戦艦山との沖田艦長、これも55歳らしいんですよ。あんな白ひげのね、おじいちゃんみたいな感じなのにね。今で55歳って言ったらまだ全然、うん。 中堅こっすよ、ねうん、以上ですいってらっしゃい。